皆さんこんにちは、そしてこんばんは。今日は博士とお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小林さん、結局のところ自動車保険というのは目に見えない商品じゃな。そうですね、疑いの余地もなく。そうです。だからこそわしも含めてよくわからないんじゃないかなと思うんじゃ。そういった方は多いと思います。そうじゃな。ただお金を払ってその自動車保険を買う以上、安物買いの銭失いにはしたくない。自動車保険だけでなく全てのお買い物はそうでありたいですね。うん、そうやって考えていると、わしは自動車保険に何を求めればよいのか。ああ、そういうことですね。始まってすぐ何が言いたいのか分かりませんでしたよ。博士は自動車保険に対して検討する方法が分からないということですね。そうかもしれん。率直に言ってほとんどの方がそうかもしれません。だから見積書を並べた時にどこが一番安いかで判断する方が多いんじゃないかと。それが一番分かりやすいし、自分自身を納得させることができるからな。そうですね、確かに保険会社の保証に大きな差はないかもしれません。細々言えば違うところはありますが、広い視野ではそう思ってしまうのも仕方ないと思います。うん、同じ商品を買うという前提であれば安い方が良いというのは世の常じゃ。全く異論はありません。でも心のどこかにそれで本当にいいのか引っかかるものがあるんじゃ。それが何なのかわからんのじゃ。ズバリかどうかはわかりませんが、これから言うことは検討の中に入っていないかもしれません。どんなことじゃ。博士はどんな事故を想定して加入していますか。大きな事故ですか、小さな事故ですか。そう言われると、とりあえずは一番大きな事故を想定しておけば小さな事故も保証されることになるんじゃから、やはり大きな事故を想定して検討しているような気がするの。いいと思います。ではそれはどんな事故ですか。小林さん、なかなか詰めるの。ではこの前近所であった事故を参考に、対向車の見づらい右折と直進車の事故かの。なるほど、それはなかなかの事故になりそうです。直進車のエアバッグは開いちゃうかもしれないですね。そうじゃの、右折車は横からの衝撃でフレームが曲がりドアが開かない、そんな事故じゃな。どちらが博士ですか。じゃあ直進。わかりました。車同士の事故で、ましてや交差点内ですから過失割合が微妙ですね。まあそのあたりは保険会社がやりますからいいとして、内容としてはお互いに自分の保証と相手への保証ですね。過失割合に応じて。博士の車はエアバッグが開いちゃってますから乗れません。台車が必要です。スバルの店舗の台車がすぐ用意できない場合で、明日絶対必要なら台車特約がないといけませんね。研究所に来れなくなっちゃうから必要じゃ。対物保険は時価額までですから、相手の修理費が車両価値を超えてしまうと博士の自己負担が必要になるかもしれません。対物超過修理費用も必要ですね。もちろんじゃ。こんな風に一つ一つ想定しながら確認をすると見えてくるものがあるんじゃないんですか。まあそうなんじゃが、いくら経験値豊富なわしでもそりゃ限界があるんじゃよ。そのためにスバルの店舗があってスタッフがいるんですよ。店舗で相談してくださいよ。ああそうか、話を聞くだけでなく一緒にシミュレーションしてもらえばよいのか。店舗のスタッフならよりリアルなシミュレーションができると思います。保険は加入時の検討も大事ですが、使う時のために加入していることを忘れてしまうと月々の保険料ばかりに目がいってしまうかもしれませんね。さすがじゃ、さすがじゃよ富士スバル。どこでも一緒でしょではないと言い続けたわしが間違えてしまったわい。
安心カーライフには自動車保険も大事な要素です。ぜひ富士スバルで加入をご検討ください。それでは博士、終わりましょう。それでは皆さん、さようなら。